レイブン、緊急の依頼だ。サイレントライン付近に建造したばかりのエネルギー生成施設が救難信号を発している。連絡によれば消火装置がコントロール不能となり、施設内に回った火の手が勢いを増しているそうだ。このままではエネルギー炉の崩壊を招きかねない。施設が吹き飛んでしまう前にコントロール不能となっている消火装置を直接作動させ、施設の崩壊を防いでもらいたい。今回の異常事態にはいくつものおかしな点が見られる。十二分に気をつけてほしい。以上だ。メインシステム、戦闘モード起動します。高熱のため、防衛システムに異常が発生しています。障害となるものは全て破壊して構いません。消火装置の起動を急いでください。お疲れ様。作戦目標クリア。システム通常モードに移行します。